こんにちは。JAXA 宇宙教育センターの国方です。今日は皆さんに2015年8月に実施した筑波スペーススクールのミッションを体験してほしいと思います。今回のミッションは、将来自分たちが起こすべき行動について考えるです。これから筑波スペーススクールで収録した映像を見ながら、日本における宇宙開発の過去、現在、未来を学び、その宇宙開発を支えている設備や人についても知り、将来皆さんが起こすべき行動は何なのかを考えてみましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。今ご紹介いただきました佐々木敦美と申します。宇宙開発とお花畑というタイトルでお話しさせていただきたいと思ってますが、何をお話しするかと言いますと、JAXA にはですね、どんな仕事があるのかという、そういった簡単なご紹介になります。突然ですけれども、皆さんこの色とりどりに咲いたお花畑、一面に咲いたお花畑、どう思いますか？わー、綺麗だなって思いますよね。はい、翻って、はい、皆さんがよく見る宇宙開発とは、ロケットがこうゴーンとともに打ち上がって、宇宙飛行士がですね、颯爽とこう宇宙に飛び立って、はやぶさは困難を乗り越えて地球に帰還してといった、そういったようないろいろな話が、見るのがほとんどだと思います。でこれを見て皆さん、ああいいな、特に宇宙に興味のある方々にとってはかっこいいとか、自分もこういう仕事に就きたいとか、そういうふうに、思うと思います。でそれはですね、まさに今見ているこのお花畑を見ていると同じようなものなんですね。でも一面にこういった花が咲くっていうまでには、いろいろな地道な農作業があるということは、皆さんあまり考えないというか、興味がないことだと思います。宇宙開発も同じなんですね。テレビや新聞で見る華やかな宇宙開発の現場っていうのは、こういった成果はある日突然現れるのではなくって、いろんな地道な道のりを経てできてくるのです。そこで今日はこの宇宙開発の舞台裏を、満開のお花畑ができるまでに例えて、お話ししたいと思います。はい、こんな感じですね。1番から5番まで土壌作り、花の苗を育てる、畑の環境整備、花の品質管理、お花畑の PR、こういった、簡単なお花畑ができるまでと、JAXA の宇宙開発について、どんなリンクがあるのかなということもあると思いますが、簡単にご紹介したいと思います。ただこれからお話しする、お仕事については、JAXA の仕事のほんの一部、私が経験してきた業務の一部ですので、全てではありませんので、その点はご了承いただければと思います。さて、まず、お花畑作りの第一歩ということで、豊かな土壌作り、それから、健全な組織作りと題しまして、評価監査部の紹介です。評価監査部っていうと全然宇宙っぽくないんですね。良い花を探せようとすると、まずは豊かな土壌、畑が欲しいですよね。JAXA も同じです。いい加減な会社、組織ではまともにロケットも人工衛星も作れません。ですので、まずは土台となる組織づくりをしっかりとやる必要があります。じゃあまずはお金の使い方の面から組織というものを考えてみましょう。JAXA は国立研究開発法人という公的な組織ですので、税金をいただいて事業を進めています。そのため、この税金をきちんと適正に使っているのかということを毎年国から厳しいチェックを受けます。で具体的には会計検査院という、役所の調査官が JAXA にチェックに来ます。チェックの中身はどういうものかといいますと、そもそも今進めているプロジェクト、例えば新しい衛星の開発、宇宙探査、新型ロケットの開発、こういったものは貴重な税金を使ってやることに本当に見合うものなのか、
本当に世の中の役に立つものなのか、技術者が好き勝手に無謀な挑戦をするプロジェクトじゃないのかっていうことを、から始まって、今やってるプロジェクトにおいていい加減な契約をしていないか、不必要に多くの支払いを していないか、 JAXA の内部で不正な経理を行っていないか、そういったことを調べる検査になります。会計検査院の調査官 5,6 人でチームを作って、この筑波宇宙センターはじめとして、調布ですとか相模原ですとか、種子島も含め各事業所に1週間程度毎日足を運んで、図にあります通り、検査をします。チェックしていくんですね。事業計画書ですとか支払い関係の書類、領収書、こういったものに至るまで一つ一つ内容を丁寧にチェックしていきます。そこで登場するのがこの評価監査部という部署になります。評価監査部の仕事は名前にもあります通り、自分たち自身で内部の監査をすることもあるんですけれども、もう一つはこのような外部の監査に対応する窓口の役割を担っています。一言で言うと、会計検査の日程が決まったらスムーズに受けられるためのお膳立てを行う部署ですね。JAXA が事業計画や資金面でも、その透明性のある健全な組織であることが、しっかりした宇宙開発の成果を生み出していくための基本であるというふうに思っています。さて、土壌が準備できたら次に、種をまいたり苗を植えたりしますよね。そしてそれがちゃんと育つように肥料や水やりをやるということが大事ですよね。同じように宇宙開発事業を成功させるには、それを行う人というものが重要な存在です。ところが人というものは一朝一夕には育ちません。こういった事務系技術系に限らず、人というのはいろいろ手間をかけて育てる必要があります。ということで、花の苗を育てる、同じく人を育てる、こういった部署がチーフエンジニア室というものがあります。春4月になりますと新入社員が入ってきますね。新卒者に混じって経験者の方も入ってきますけれども、宇宙開発の仕事をするというのは初めての人がほとんどだと思います。どこの企業もそうですけれども、新しく入ってきた人材は育成をする必要があります。社会人としての礼儀とか、JAXA の就業規則、業務の慣例、そういったものは一般的な研修ですので、人事部がやるんですけれども、このチーフエンジニア室では主に技術者を育てる研修を行います。将来、皆さんみたいにですね、宇宙開発、JAXA の宇宙開発を引っ張っていくような人というのはたくさん必要になってきます。一人二人のヒーローというのを作るのではなくて、どちらかというと JAXA 全体の底上げを図る、そういった方が合っているかもしれません。では主にどのような教育研修をするかといいますと、システムズエンジニアリング、通称 SE と言います。SE っていうとソフトウェア の関連を思い浮かべるかもしれませんが、JAXA でいう SE とはちょっと違います。例えばこれまで大学や大学院で学問として学んできた知識を JAXA の仕事に生かすためには、まず大前提として JAXA の仕事のルールを覚えてもらう必要があります。ルールといっても皆さんの学校の校則などのことではなくて、開発プロジェクトの一員として知っておくべき知識、共通の知識ルールです。そもそもどんな開発プロジェクトにも、必ず基本のスケジュールというものがありますよね。例えば人工衛星のプロジェクトでは、まずミッション全体の計画から始まって、衛星の設計、製造、試験から打ち上げ、それを運用する、最後に廃棄するなど、さまざまな段階がありますが、スケジュールに沿って、予定通りに開発を進めるにはどうやればいいか、そういったマネジメントの方法、またプロジェクトに関わる人、お金、資源、そういったものを無駄にしないための管理の方法、新しい技術開発の効率的な進め方、こういったものを、共通の知識としてみんなが共有することが必要になります。みんなが同じように物事の進め方を知っていないと、チーム一丸となっての力を発揮することができないですよね。そういうことを学べるような研修の中身をいろいろ考えるのが
このチーフエンジニア室での私の仕事でした。世の中の一般的な理論やプロジェクトの管理方法、そういったカリキュラムについては大学の先生に講義をお願いしたんですけれども、宇宙開発のという独自のノウハウを代々伝えていくためにも、その JAXA のベテラン職員ですね、生き字引的な人がいるんですけれども、そういった人に講師をお願いして、自分の体験談、成功例、それから失敗例などを話してもらいました。それから他の企業の方にですね、開発リーダーをやっていた人を先生として呼んだりもしたんですけれども、これらの研修はですね、何もそういった新人とか若手だけではなくて、将来プロジェクトマネージャーになるような、中堅の職員にもそれぞれのレベルに応じた研修を用意して、半ば強制的に順番に、受講をさせていきました。それから新しくですね、プロジェクトマネージャーになったような、こういったおじさんですらですね、さらに先輩のベテランプロジェクトマネージャーに、講義を受けるということも、しました。偉くなってもですね、また日々勉強ということで、終わりなしということなんですね。はい、さて、お花畑ではですね、こういった順調に苗が育って、もうすぐつぼみもつけようかというところまで行ったにもかかわらず、手を抜いてしまって、ちょっとほったらかしにしておくと雑草がこうぼうぼうに生えたりしてしまいますよね。せっかくのつぼみも枯れてしまうことがありますと。肥料や水やりだけ、育てることだけではなく、そういった外から外部の要因に対応した維持メンテナンスもとても重要です。宇宙開発の世界でも JAXA だけで宇宙開発をしているものではなく、例えば事業所が置かれている地域、自治体、その他さまざまな外部の関係者と調和しながら進めていくのが現実です。ということで、次に畑の、環境整備、宇宙、開発環境の整備ですね。ということで、種子島宇宙センターのご紹介をします。ロケットの発射に関する蚊ですとか、ロケットの追跡をする蚊などがこの宇宙センターに、種子島にはあるんですけれども、その中でも管理課という総務部門があります。種子島宇宙センターは H2A ロケット、H2B ロケットの打ち上げ現場としてご存知かと思いますが、昔はロケットのメインエンジンの開発試験も行っていました。エンジンの開発試験はそのむき出しのエンジンだけをこう吊るしてドーンって着火するんですけれども、音も大きいですし、爆発する危険もありますので、やはり半径1キロ程度は立ち入り禁止になっていました。そうするとその近くの町道をですね、通行止めにしたり、畑立ち入り禁止だったり、漁場ですね、漁場へ、漁師さんたちの漁場へも立ち入りを、制限することになっているんですけれども、宇宙センターの中には一般道が走っていますので、こういったこともすべて、止めるということで非常に不便をかけていました。その都度ですね、地元の方たちに対して、説明会を開いていました。地元の方はこちらが何年目か関係なく宇宙センターの職員だと見ていますので、交渉事ですとか、そういったことを受け答えに間違いがないように非常に緊張しながら、仕事をしていましたね。そういった中でも信頼関係が出来上がって、地元の協力が得られて、技術者がそれで開発に集中できるという環境が整ってこそ、計画通りに新型のロケットが作れるということになります。こういった畑のお手入れにも常に気を配って、環境維持をしていかないと、荒れてしまって花の苗もうまく育っていかないのと同じように、こういった対外対応の、仕事も技術者が集中して開発に取り組めるような環境を作っていく上で必要不可欠なものではないかというふうに考えています。さて、畑ではですね、いろいろいよいよ花のつぼみがついてきたようですが、ちょっと待ってくださいって、こう一本一本よく見るとなんだか枯れていたりしおれていたり、なんか病気が発生していたり、そういった花がところどころ混じってきてしまいましたね。これは伝染しないようにこう早めに間引くなり、対処が必要そうですよね。これが品質管理です。宇宙開発も同じく、こうロケット衛星を作っていく過程でもし規格に合わない、質の悪い部品が入っていたら途中で壊れてしまいます。電子回路はもちろん、小さなネジ一つに至るまで、万全の品質管理が必要です。ということで、花の品質管理、宇宙機部品の品質管理、
まあ、こういったことをする部署が安全性信頼性推進部です。ロケット、まあ、衛星宇宙ステーションなど作っても故障や爆発が起こりそうなものは危なくて宇宙に持っていけないですよね。特に宇宙ステーション以外は、まあ、壊れても人が行って修理できないのですから、地上で完璧に仕上げる必要があります。そこで安全性と信頼性を確保できるような製品作りの基準、まあ、合格ラインを作るといったものがここの部署の仕事です。宇宙機の電子機器というのは非常に複雑なものから単純なものまで、まあ、様々なソフトウェアが組み込まれています。でこのソフトウェアの誤動作っていうのがもう非常に致命的な事故につながるんですね。まあ、そういった場合が多いので、まあ、絶対的に信頼できるものでなくてはなりません。ただ開発している本人たちっていうのは、まあ、安全性っていうのは、まあ、同時に自分たちでなかなか確保するのは難しいということもありますよね。まあ、自分はいいと思って作ってるけど実は抜けていたっていうところもいくつかありますので、まあ、第三者的に厳しく審査をするということが、必要になってきます。ということで、まあ、開発チームとは別のところがですね、この部品は本当に大丈夫かという評価をするといったことをいたします。まあ、余談なんですけれども宇宙ステーションを開発している職員から聞いたんですが、アメリカなど、まあ、海外の宇宙機関っていうのは、まあ、打ち上げ前に多少不具合10個や20個あったって、まあ、構わないと、打ち上げてしまってから宇宙で直せばいいじゃんってそういう発想なんですね。でもやっぱり日本は完璧にそういった不具合をなくしてから打ち上げるっていうやっぱり考えがありますよね。まあ、そこがやっぱ違いなんですけれども、打ち上げ前のその審査会で、まあ、日本は不具合ゼロですよっていうふうに報告すると非常にびっくりするらしいんですよね。まあ、日本人としては10個20個不具合あったまま打ち上げるっていうそっちの方にびっくりするんですけれども、まあ、こういったお国柄の違いっていうのもあるんだなと、まあ、国際協力する上で、まあ、そういった違いなんかもお互いにこう、まあ、理解し合いながらいかないと、まあ、難しいんだなっていうのが、まあ、分かる事例だというふうに思います。さあでは、いよいよですね、待ちに待った、はい、お花がですね満開に開きました。まあ、手塩にかけて育ててきたお花は一人でも多くに見てもらいたいですよね。はい、まあ、私たちもそのニュースとか、まあ、新聞でどこどこでお花が満開に見頃ですというふうに、まあ、聞けば見に行きたくなりますけれども、まあ、JAXA も開発してきた結果成果を皆さんに知ってもらう必要がありますということで、お花畑の PR、 はい、宇宙開発の PR ということで、第一宇宙技術部門、まあ、っていうところの、事業推進部、まあ、もっと細かく言うと衛星の広報についてご紹介したいと思います。まあ、第一宇宙技術部門というのはその H2H2B のロケットの打ち上げですとか、人工衛星を開発するプロジェクトが集まっているところです。でその中にこの事業推進部という部署が、一つあって、広報担当がいます。まあ、一面に咲いたお花畑っていうのは自分では動くことができませんよね。お花畑を見に来てもらうには、まあ、口コミですとかテレビのニュース、お花を咲いたことをみんなに知らせる必要があります。宇宙開発も同じです。まあ、たとえ種子島や内之浦で打ち上げをやったとしてもニュースやホームページでお知らせをしなければ、JAXA 以外の人には伝わりません。そこで必要なものが広報というお仕事です。最初に広報っていうと広報部という部をイメージすると思いますけれども、まあ、JAXA では細かく担当が分かれておりまして、私はその第一宇宙技術部門というところで人工衛星について広報をしていました。で広報にはですね報道対応、まあ、大きく分けて言うと、報道対応それから展示会などのイベント開催の、2種類に挙げられます。まず報道対応なんですけれども、まあ、ロケットの打ち上げ衛星運用成果、まあ、新聞雑誌テレビ等の記者にお知らせするものですが、まあ、一般的にこれ報道発表って言います。まあ、お知らせしたい事実ですとかその事柄を資料にしてマスコミ各社にファックスで送ったり JAXA のホームページに掲載したり、まあ、場合によっては記者会見を開いたりします。でこの報道発表の資料に基づいて新聞やテレビの記者が記事や原稿を書きますので、この報道発表文が最終的に皆さんに伝わるニュースの大元と言っていいと思います。
正確を期すためにこれらのこの広報担当だけではなくて、実際にこのロケット衛星開発した技術者と一緒になってこういった報道発表を行います。まあ、次にイベントの開催についてなんですけれども、まあ、これは新聞とかテレビ通してではなくて直接私たちから、まあ世の中の皆さんに対して、お知らせしていくというような、まあ、情報発信の場のために開催するものなんですが、まあ、一般的に、まあ、日本全国各地、まあ、時には海外で開催するんですけれども、宇宙開発に関する展示会、講演会などがあります。まあ、規模も様々なんですけれども、家族で楽しめるものとか、まあ、夏休みの理科の宿題にも役立つようなイベント、そういったものをやってますね。はい、ちょっと古いんですけれども、大地に移ろうキャンペーンっていうことをやりまして、大地が昔ですね、自分の上空を、自分の家の上空を、まあ、近くを通るときに白い布でこういった形で字を書いてください、まあ、字とか絵を描いてくださいということで、10団体ほどですね、まあ、募集の中から選んで、こういうふうにこう小学校単位、中学校単位、学校単位で取り組むようなこともやってもらいました。まあ、授業の一環だったり地域の PTA だったりとか、まあ、そういったところで、ね、いろいろ企画して、取り組んでもらいました。それから同じように通信衛星を使ったイベントですね、高度3万6千キロ宇宙空間にずっと絆という今でも飛んでる、通信衛星あるんですけれども、まあ、それを使ってですね、クリスマスやバレンタインの時に、メールを送ろう、友達や家族にメールを送ろうというイベントをやりました。まあ、今のところ個人ではこの衛星に直接アクセスできないので、代わりに JAXA でまとめて送信するんですけれども、事前にこうホームページ上で送付先の家族や友人のメールアドレス登録して添付する、クリスマスとかこういったバレンタインの、カードですね、カードをこういった選んでもらって、それをまとめて JAXA で12月24日に送信するといったイベントでした。まあ、これもですね、運用チームと何か衛星使ったイベントできないかなというところで、まあ、雑談の中から生まれたものなんですけれども、まあ、こういったこともやりました。まあ、イベントについてはですね、こう皆さんお客さん楽しんでくれたりとか、楽しかったよっていう、こうメールをいただくのが一番こちらとしても非常にやりがいがありますけれども、まあ、報道とかイベント、まあ、どちらについても言えるのは、まあ、まあ、社内でのチームワークがあるあってこそだというふうに思っています。まあ、技術系事務系がバラバラでは、まあ、そういったいい広報ができないんですね。まあ、技術系からはそういった専門的なことをいろいろ教わりながら、まあ、事務系の国語力を使って分かりやすく、まあ、世の中に情報を出していく、まあ、これが合わさって初めていい広報ができるんじゃないかというふうに思っています。さあ、ここまでお話を聞いてきて、宇宙開発というイメージ、仕事のイメージがなんか違うなというふうに思いませんか？思ったかと思うんですけれども、まあ、この中でね、多くの皆さん将来の夢がエンジニアになる、まあ、研究者になるということだと思いますけれども、その夢はとても素敵なものですし、これからも持ち続けていただきたいなというふうに思っています。それなのになぜこのような全くかけ離れたお話をしたかといいますと、まあ、未知のこの世界の夢を実現するような宇宙開発は、まあ、魔法のようにですね、すぐにパッとできるものではなく、地に足をつけて地道に進めていくものであるということを皆さんに知っていただきたいというふうに思ったからです。まあ、輝かしい 成果、まあ、成功ですとか、まあ、開発の成功、新発見のその裏にはですね、いろんな種類の仕事があるんだということを知っていただければと思います。まあ、今後この皆さんがですね、テレビや新聞、ネットなどで JAXA のニュースを目にしたときに、今お話ししたようないろいろなことが積み重なってできているんだということを、そういった視点で見られれば、単に、すごいなとか、かっこいいなとかっていう、まあ、憧れで終わるのではなくて、まあ、せっかくこのスペーススクールに参加したという、まあ、その成果としてですね、他の人よりももうちょっとだけ深くそのニュース、まあ、JAXA の宇宙開発のニュースの中身を捉えてもらえれば、嬉しいなというふうに思います。将来宇宙開発に携わるといった皆さんの夢が叶った時には、今お話ししたような仕事を支える仕事、まあ、支える人も含めて宇宙開発なんだということをぜひ思い出してください。皆さんの可能性はまだまだ無限大。お花畑の中に何色の花を咲かせるか、自分次第で何とでもなる。
と思います。いかがでしたか？この他にもスペースクールの映像を用意しています。また JAXA のウェブサイトからもいろいろな資料を入手することができますので参考にしてください。そして自分で立てた目標に向かってまずは明日から何をするかを考え、それを実践してください。これからの皆さんの活躍を期待しています。